おはこんばんちは、あさくさんです。すみです。ということで本日は TikTok まとめ、イエーイ。ということでですね、はい、春が来た来たね、はい、春が来たということで、うん、今回紹介するのは、はい、春らしい TikTok、 略して春トックでございます。まあ、いろいろね、うん、桜の、こう咲いてるところでだったりとか、はい、こうお外でねこうピクニック気分でみたいな感じとか、うん、いろいろそういう TikTok メンバーねたくさん上げているので、はい、そこから選びに選んだ4つ今日紹介していきたいと思います。まずは私が選んだ2つ紹介したいと思います。はい、1つ目はですね、はい、つつみがのけてた TikTok でむーちゃんと2人で踊っているものなんですけども、とっても元気いっぱいで可愛らしいのでちょっと見てもらいたいなと思います。はい、いきます。はい、なんか可愛らしいですよね。踊ってても楽しいです、うん、なんかすごい場所もすごいなんか春っぽいし、うん、緑がいっぱいある感じ、はい、で元気で春を感じました。とても良いですね。ありがとうございます。そしてもう一つは、はい、チャキがね乗せてたものなんですけど、うん、これは桜がすごい綺麗に咲いてるところで撮ってて、うん、でこれは多分イベントのちょっと空き時間に撮ってて、うん、その時にちょっと名前を呼ばれてて、うん、え、どうしようどうしようってなってるっていうそのチャキの反応が面白いやつです、うん、はい、見てください。はい、こんな感じです。なんか控えめにちょっとやり続けてる感じが、えみたいなで最後止めるみたいな。可愛いですね、はい、で後ろの桜もとても綺麗で春を感じました、うん、いいですね、はいはい、では、はい、次は私が紹介したいと思います。お願いします。チャピオンが載せてた TikTok なんですけども、うん、なんか服装とかも春らしさを感じれるなと思ったので選んでみました、はい、こちらです。なんか春らしい、すごい2人ともピンクっぽいね。確かに服着てて春らしい。そう、バッグに桜もあってとてもいいなと思いました、うん、ロケーションが素晴らしい、はい、で、もう一つ、お、もう一つはあの、うん、リオミツのやつでリオナが踊ってるやつなんですけども、うん、もうそれはめちゃめちゃロケーションがよくて、おー、リオナに合った可愛らしいダンスなんですね、見てください。はい、見ましょう。いいね、ロケーションめっちゃいい。そう、これとかもめっちゃリオナっぽく、うん、確かにかわいい。しかもなんかさ、一人で踊ってるの珍しいな、すごい。そう、いいですね。いや、素晴らしいじゃないですか。素晴らしい春トックだ。春トックが揃いましたね、で揃いました。はい、ということでね、はい、4社4用の4社4用の春トックがね、今回揃って紹介させてもらったんですけれども、はい、私たちみんなね、TikTok だったり、Twitter、Instagram などなど SNS 各種やっておりますので、はい、概要欄からチェックしてぜひぜひフォローしてください。よろしくお願いします。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブチャン、くるみチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、赤ちゃんです。ウミガメっているじゃないですか。ウミガメの親は卵を産んですぐ海に戻ってしまうために、ウミガメは母親と一生出会えないという話があるそうです。ということで、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。